花崗屯と花崗園はすでに両翼にあり、準備は整った。総比は次の段階へと進むことにした。奪旗の居城小田原城に孫権が捕らわれているとの偽情報を流し、反乱軍の将郊外に攻撃を仕掛けさせ、その隙に内部から総比を警戒している奪旗を討ち取るべく、奪旗の居室のある天守へと向かった。兵を連れて城内急襲とは手荒なやり方だな。奪旗の口封じか、総比。何のつもりだ、三成。勧誘の血を継ぐ者がついに表舞台に立つのを見に来る。見物客なら手を出すな。もぬけの殻だな。敵にもこれくらいの知恵がなければ我が策はならぬ。私の襲撃を予測していたのだ。これぐらいの備えはあろう。俺も生来見物する側ではない。お前と同じ部隊に上がらせてもらう。好きにするがいい。炎で囲むとは派手な舞台だ。ぐずぐずすれば死ぬな。北の城門で味方が足止めされているか。これを城内に引き入れれば有利に戦える。この城のどこかに大殿が捕らわれてる。俺が行こう。ダッキネを倒し、お殿を救い出すぞ。郊外なら簡単にやられはすまい。先に北門にいる味方を引き入れ。じゃあまずはこれで遊んであげる。雑魚ばかり退屈だ。これだけじゃつまんないかな。私と手合わせ願おう。撤退します。後を頼みました。きしょう、打ち取った。お見事でございます。今だ、打って出よう。出番か。敵の伏兵か。いや、あのお姿は。いざ尋常に勝負。ダッキは我らの部下だ。宗師たちを撃て。おお、お殿。じゃあこんなのはどう。私では止められぬ。びっしょう、打ち取った。これもやりますね。
母親に背く。本当の父ならば私にくだらん説教などしない。俺が行こう。お見事でございます。打ち取った。お見事でございます。出番か。あれれ、ソースさん全然動じないんだ。おやっこよね。まそうしたらそんなもんかね。貴様はここで口を出ろ。同席様はオロチ様に撃たれる。敵将撃ち取った。俺もやりますぜ。愚かだな。父の幻影などで動揺すると思うか。この痛み、幻影が破られたという。なんかわからんが、ザッキ様が負けそうだぞ。これ以上勝手な真似はさせぬ。かつては止められぬ。撃ち取った。お見事でございます。いざ尋常に勝負。敵の兵糧庫か。俺が行こう。ついでだ、潰しておくか。出番だ。俺が行こう。虎の牙だ。試してみるか。ザッキめ、戦っておるなら協力は惜しまんぞ。俺が行こう。出番。俺が行こう。本物と幻影の区別もつかぬとは。出番か。老いぼれたか。たとえ幻影でも主に刃は向けられんわ。身を削って作った幻影が二度も負けるなんて。
が行こう。我が力を存分に味わうがいい。私と手合わせ願おう。いい気になってられるのはここまでなんですが、みんなそろそろ出番よ。まだやるの？往生際の悪い手で。せいぜいあがせばいい。てっしょう、打ち取った。お見事でございます。てっしょう、打ち取った。これが行こう。お見事でございます。行ってみるか。レバン、これが行こう。行ってみるか。これが行こう。これだけ幻影がやられるときっちりかも。その顔を油汗と涙で濡らしてあげる。どう？私の武器、あなたを抹殺できそう？二度とその口が聞けないようにしてやろう。やれるもんならやってみたの？俺が行こう。クジが、クジが出番。行ってみるか。俺が行こう。せい。クジが、せい。クジが、もう終わりか。弱い敵将だ。行ってみるか。そう、案外手こずったようだな。勝てばそれでいい。負けちゃった。で、私をどうするつもり？我々の手助けをしてもらおう。貴様もオロチの元に収まっている女ではあるまい。本気なの？オロチ様はとてつもなく強いよ。容赦ないよ。雑魚との戦はもうたくさんだ。相手がオロチなら俺も貴様も満足できよう。確かにオロチ様と戦うなんてゾクゾクする。そんな素敵なこと独り占めにはさせないから。高幸福も賞の端くれ。三度まで救われた恩義は忘れぬ。どうか貴軍の一員に加えていただきたい。
さすがは歴戦の強者、潔い。その力ありがたく使わせてもらおう。